あ、そっか。どうしようかな、鶏肉。2枚入れちまうか。この秘蔵の、間違えました。リンゴ入れて、どうすよ。レシピ通りでいきます。もうじゃがいもとか入れちゃいます。任せます。入れなくていいんじゃない？入れなくていいですか？だって入れなくていいって言われたから。ちょっとごめん。ゴミ袋取ってもらっていい？あ、はい。彼女もしくは嫁にすいませんって言うとはみんな思わんだ。はい、すいませんも言うけど、お前も言うよ。うん、なんか言葉遣い悪いよ、悪いような丁寧なような、よくわからん人間なんで。どうやって切るの？普通です。スライスチーズは雪印です。スライス逆らう、そっちかな。こっち向きってことかな。こっち向きに切っていくのかな。スライスは雪切るし、爪のスライスはシュッシュッシュッ。リンゴ半分角切り、半分すりおろし。半回転、これまたあくまで。あんま大きいと娘がね、食いたがらないよね、肉ね。うん、まあ、でも、水分抜けるからだいぶちっちゃくなるんだけどね、これね。うん、カレーはね、食べるよ。肉関係なしに、うん、カレー好きだから。トップクラスに好きらしいもんね、やっぱね。うん、しとったね、マジでね、俺ら。いいの、すりおろして。あ、いいっすよ。全然作ってないんですよ、カレー。作ってないね。作ってないですよ。マジでママが入院してる時に作ってから作ってないかもしれないぐらい。ココイチとか食べちゃうとね。そう、ココイチ娘が好きなんで、ココイチ作りたいって言われてね。ココイチ食っちゃうともう手作りいるってなっちゃう。え、ここさ、どうなってんの？この硬いまな板すらなんかグラって動く。角切りってどんぐらいの大きさの角切りなの？かなりちっちゃいです。引っ張り出せるけどな。だいぶ焦げてまいった。焦げてんじゃねえかにリンゴをぶち込む。えい！で、鶏もも肉も投入！すげえ。鶏もも肉凍ってるからそれでござる。どれだよ。でいいの？叩こうかしら。300、600、900。よし、拭いた。はい、こっからか。 OK。 すりおろしたリンゴ、すごいよ。こんな感じになりました。ドエレーボで。じゃん、すんごい、すんごい。ちょっとめちゃリンゴが残ってるんで、他の具材入れたら邪魔だね。
ゴロゴロしたカレーが出来上がりそうです。あとは食べてどうなるか。はい、ファイン。はい、じゃじゃーん。ブクブクまだいってますね。何時間も寝かしたカレー。寝かしカレー。あれ、ゴロゴロのリンゴはどこ行ったの？消えた。リンゴ消えた、もしかして。あれだよ、いただきます。どんなお味かしら。リンゴ入りカレー、いただきます。はい、それ持ってきてもらって。めちゃくちゃうまいね。わあ、これはすごいぞ。うん、甘っ。うまっ。甘っ。甘い。うん、ジャワカレーの中辛にしては全然甘い。ちょっと辛い。ちょっと辛いけど甘い。うん。とてもとてもフルーティーだね。作ったばっかの頃はさ、ちょっとなんか辛かったけどね。辛いのとさ、リンゴがさ、分離してる感じだったけどさ、合体したね。なじんだ。うん、うん、うん、おいしい。全然辛くないと思う、これなら俺。どう、うん、よくない、うん、ちょっと辛い、辛くない。うっすら後々ちょっと辛みくるかなぐらいでさ、どうしようってリンゴのフルーティーなやつの方が強くない、もう。うん、こんだけ置くともうリンゴわかんないね。なんだ、わかんなくない。めっちゃ入れたんだよ。ゴロッゴロに入れたんだけど、うん、だいぶ溶けちゃってるよね。まあわかるっちゃわかるけど、うん、たまになんかサクッとあるぐらいでなんか、うん、まーぶちゃ、うん、めっちゃうまいのか。ちょっと大きめの鶏肉が、うん、うん、なんかリンゴを食べてもリンゴってわかんない。わかんない、うん、リンゴシャリシャリしたらどうしようかと思ったけどね。なんかちょっとシャリシャリはしてるんだけど、うん、なんか玉ねぎかなみたいな。全然わかんない。うん、うまい。何時間置いたんだ。6時間ぐらい。うん、6時間置いたらこんなもん。めっちゃ美味しい。うまい。うん、うまい。うん、これはうまいわ。リンゴ減らさなくてよかったね。ね、うん、丸々2個入れた。うまい。辛いのが食べたいお父さんも、甘いのが食べたい子供も食える。きつい？辛い？子供は辛いと思う。あのちっちゃい子はね。小学生ぐらいは。うん。辛いのが食べれる子はいいと思うけど、ちょっと辛い。ちょい大人向け？うん。